ね。他のスポーツと比べて野球選手もらいすぎよな。工業の規模違うもの比較して何の意味があると思うの。野球はごくとこ明らかおかしいやろ。年間の試合数全然違うし、週に2日しか試合ないのに3200万と考えたら変やで。野球は週6で4800万や。日本人平均年収433万円。平均だからな。各球団70人いてもで4800万もらってるの20人くらいやろ。サッカーの年俸ってからくりがあって、全試合の出場球と勝利球をもらったマックスの年俸をマスコミに出すらしい。野球は出来高抜いた最低値を出して、サッカーは出来高マックスまで乗っけた最高値を出す。稼働時間全然違うやろ。 NBA なんか2日に1回試合して移動距離もすごいのに、サッカーはなんで試合少ないんだよ。興行のためいっぱいやれ。そんだけ集客できてるから年俸払えるんやし、もらいすぎってことはないやろ。価値の違い、人気が桁違いだからしゃあない。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメントをお願いいたします。